董卓暗殺に失敗した曹操は辛くも洛陽を脱出、逃避行の末新竜へたどり着いた。天がわしを生かしたのだ。兵を挙げ今度こそ逆賊董卓を討つ。董卓討滅の詔勅を得たと称し義兵を募る曹操、その声に応じ有志が多数集まった。その中には曹操の一族である優将たちの姿もあった。皆よくぞ来てくれた。むしろこの時を待ち望んでおりました。曹操殿が天下に名乗りを上げる時を。この乱世を治める力を持つ者は曹操殿を置いて他にはおりませぬ。夏侯惇殿の申される通り、わしらの力存分に使ってくだされ。わしらが力を合わせれば恐れるものなどありませんぞ。よくぞ申した。董卓討伐など足がかりに過ぎん。これより我が覇道を天下に示すのだ。見解を述べい。はい。厳しいかと思われまする。構わん。着手せん。失礼するぞ。光栄にございまする。構わん。任せよ。これより主と仰ぎまする。申し上げます。なんと。利なく益なし。バカな。死とひらめいた。天数総猛徳の支柱にあり。かしこまった。行け。総猛徳の道阻むを許さず。少しいいか。かしこまりました。ほほう、それもそうか。失策を悔いるがいい。断る。見ての通りだ。このようにしてはいかがでしょう。
ご報告いたしまするぞ。厳しいかと思われまする。さて、どう解き伏せるか。行け。こたびは平にご容赦くだされ。おのれ。仰せのままに。そう思うとくに任せよ。ご報告いたしまするぞ。たやすきこと。なんと。見ての通りだ。何を。意味が分かりかねまする。サイとの出会いこそ我が本懐。そう猛徳の思考到底読めまい。そんな。そう猛徳の道に誤りなし。これぞ我が波動である。波動を阻む者は覗くのみだ。バカな。東卓打つべし。曹操が発した激文に応え、各地の諸侯が参集した。天下万民がため、官室をないがしろにし、戦王を極める逆賊東卓を打つ。連合軍の名手には曹操の推挙を受け恩賞がついていた。名手にはてっきり発起人たる貴公が疲れると思ったのだがな。袁紹殿は四聖三公の名門。他に名手にふさわしい者はおるまい。おお、さようか。正義は我にあり。皆の者、進め。こうして反東卓連合軍は決起。勢いのままに汜水館へ攻め寄せた。